人格あり研究所所長のペガサスハイドです。最近ね、昔の動画を整頓していたら、ひどい動画が出てきたんで、みんなにも見てもらおうと思って。7年ぐらい前に作った動画かな、これ。あいつがツイッターで、俺のことについてツイートしてるのを、俺が読んで、その感想を言ってるっていう動画なのよ。まあ、暗いから。ちょっとね、みんなにも見てもらおうと思って、俺。とにかく、まあ、どんよりした空気になるよ。これ流すね。あやさんの動画を見て、時々、自分って何やってんだろうって思います。そういう病気などを言ってしまえば、それまでなのですが、女として異常な行動をしている自分が、とても悲しくなる時があります。私は、あんな姿になりたいわけではないのに、自分で何をやっているのかわかりません。だけど、あやさんのことは好きなので、彼を嫌いになりたくありません。私は、彼がいないと生きていけません。私には彼しかいないんです。一人ぼっちの私のそばにいてくれるのは、この世界に彼しかいません。彼だけは私を裏切りません。死ぬまで私のそばにいてくれるのは彼しかいないんです。彼は私のことがあまり好きではないみたいですが、彼はずっと私と一緒にいてくれます。幼少期から私のそばで私の人生を見つめ続けてくれるのは彼しかいません。それだけは絶対裏切りません。だから、ハイドさんがいなくなれば絶対嫌だし、彼を嫌いになりたくありません。だけど彼は私自身の姿であることも分かっています。それが分からないほど狂ってはいません。彼と私は同一人物だと思ってたら、突然寂しい現実に引き戻される気がして、自分は一体何をやっているのか、悲しくて恥ずかしくて死んでしまいたい気持ちになります。私はそういう精神病なのです。お前はそういう精神病だよ。俺さ、気になったのはさ、俺が、ハヤトさんがいなくなるのは絶対嫌だし。どういうことこれ。ハヤトさんがいなくなるのは絶対嫌ってことは、俺らにいなくなる前提なの俺って。いろいろ書いてるけど、俺そこは気になったわ一番。俺としては。彼を嫌いになりたくありません。いいよ別に嫌いになってくれても。俺別に好かれようと思ってねえし、お前も。彼と私は同一人物だと思ったら、突然寂しい現実に引き戻される気がする。同一人物とは思わなければいいんじゃねえの。俺は思ってねえよ。思いたくねえ。お前と同一人物だなんて。なんなのこの、同一人物と思わなければいけないみたいなこの書き方。彼だけは私を裏切れません。死ぬまで私のそばにいてくれるのは彼しかいない。俺別に好きなお前と一緒にいるわけじゃねえ。仕方なくこの一緒の体に入ってるだけで、私はあんな姿になりたいわけじゃないのに、自分で何をやってるかわかりません。それがわかんねえから病気なんだ。またもわかったら病気じゃねえよ。彼は私自身の姿であることもわかっています。それがわからないほど狂っていません。てるよお前は。何なの、どうしたいのお前は。これを考えたからっつってどうなの。お前はなんか良くなるのかよ。で俺こういうの読むと、俺が気にしてるってことこいつが気にしてるってことちげえなってすげえ思うんだよね。こいつはやっぱ人格乖離っつう病気自体をちょっと受け入れきれてねえっつうか、そんな自分に疑問を感じてて、そこに恥ずかしさみたいなものを感じてる。俺はねそこじゃなくって、俺はこの体を気にしてんのよ。こいつと二人で一個の体を使ってるっつうところは、俺はもう許せないっつうか、すげえストレスなの。なんか、そこが俺とこいつと違えと思う、いつも。ハヤトさんの動画を見て、時々自分で何やってんだろうって思います。とか言いながら、だけどハヤトさんのことが好きなので、彼は嫌いになりたくありません。なんなの？どっちなんだよ。私には彼しかいないんですとかっていうふうに言いながら、女として、異常な行動をしてる自分がとても悲しくなるときがあります。ボケは。ふざけんなボケは、おい。交換してろ、お前。この野郎。お前、こういうさ、こういうところがさ、俺はさ、ムカつくんだよね、お前。何？どうすればいいわけよ。じゃあ、俺は、お前に。俺は、こいつが基本、俺に何を言おうと、いいと思ってんのね。俺だって、こいつに言いたい放題言ってっから。どうせ、俺とこいつの間にプライベートなんてねえし。俺何も結論出すつもりはね、俺このツイートに関して。ただなんかちょっとムカついたっつうか、彼がいなくなるのが絶対嫌っつうのが俺はちょっと引っかかったな。俺いなくなる前提かよっつう。乗っとんぞお前このボケは。俺はお前がいなくなってもいいし、お前のことは好きじゃねえよ最初から。ただ社会生活するのに、お前っつう人間が必要なだけで。つまたこういう引き出したな。見てる人にソース感食らうから。言わない方がいいな、こういうこと。だって俺とこいつは別に決して仲良くねえからね。これを読んで、受け止めてやるだけでも、ありがてえと思ってほしいな、こいつには。だからまあ、いいよ、俺には何を言っても。たださ、こういうことを書くっつうことはさ、こいつはさ、俺のことで頭がいっぱいなわけでしょ。その時点でさ、お前はもう病んでんだよ。お前は。
哀れな女だよ、お前はね。こいつに同情の言葉をかけてやるとしたら、親に狂わせられたんだろう。だよ、それでも生きていかなきゃいけないわけで、働いていかなきゃいけないわけで、そういうのも全部ひっくるめてお前だっつうことだよ。ツイッターにこれを書くことで、お前の気持ちが軽くなるんだったらいいけど、お前はダメなのは、こういうことを書くことで、どん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 落ちていくことだな。お前は俺から見てて、落ちていくことを楽しんでんのかなって思うことすらあるよ。お前は元気になりたいのか、落ち込みたいのか、どっちか分かんねえ時がある。女は落ち込む自分に酔えるからね。お前は酔ってんじゃねえの。こういう自分に。俺はこういうの鬱陶しいだけだぜ。悲しくて恥ずかしくて死んでしまいたい気持ちになります。今まで死ねなかったから生きてんだろ。死ぬことなんて簡単にできねえよ。なんかさ、もう優しい言葉をかけてやるべきなのかな。でもな、もう思いつかないよ。こういう時女はどうしてほしいのかな。よしよしっつって抱きしめてほしいのかな。でもその体がねえもん。最後何なんだよ、最後のあれは、あの演出は。もう俺さ、もう笑っちゃったよ、この動画見た時に。この動画作ってる頃ってちょっと俺が変わりかけてる時なんだよね。すげえ暴言吐いてんじゃん俺が。でもあれは俺の素直な気持ちなんだよ。だけど最後の方は一応俺なりにあいつのことを分かってやろうと思ってんだよね、あれでも。だからまあ俺とあいつは全然仲良くないし、今でも全然仲良くないんだけど、もっとね、俺はね、まああいつに対して攻撃的な気持ちだったんだよね、昔は。まあ今のこの動画見てもわかるように。今は俺そこまで、この動画で喋ってるほど、あいつのことを遂げさす気持ちはないから。だけど、まあ YouTube で動画始めて、俺っていう人間のことを認めてくれようとする人たちが出てきたぐらいなんだよ、この頃って。今のツイッター、あいつのツイッターね、文章を見てるとさ、あいつも結構病んでる感じじゃん。何があってああいうこと書いたのか知らないけども、あいつも病んでたと思うし、俺もまだ心にトゲがいっぱいあったっていうか、ツンケンしてたよ、世の中に対して。もっと攻撃的な気持ちがでかかったんだけど、でも、なんとなく、あいつと共存できたらいいっていうか、分かり合えたらそれに越したことはないのかな、みたいなことを考え始めてるぐらいの時期の動画だね、これはね。すっげえ怒ってたよ、俺が。まあでも俺はわかるよ。だって俺の気持ちだから、あれは。すげえ暴言吐いてたよね、なんか。犯すぞ、ホラーじゃなくて。交換すぞ、なんか言ってた、俺。交換してるから。動画で何言ってんだよって話だよね。で、その時は、それぐらいイラッと来てたんだろうな、俺。笑っちゃったよ、俺、この動画見た時。俺を、ハイドチャンネルでやってたからね。この頃はまだ人格カレ研究所っていう、ここのチャンネルがなかったからさ、こういうことをハイドチャンネルでやってました。今となっては考えられない。俺も変わったもんだよ。元気がない人を元気にしたい。元気な人にはもっと活力を。あなたもハイドと話してみませんか。人格あり、外性同性障害、二重人格、多重人格、その他精神的なお悩みをお聞きします。詳しくは動画下の説明欄からどうぞ。